今日はね、ホイールベアリングの位置換え、ちょっとこれやっていきたいと思います。まあこれ、後輪なんですけどね。穴がね、狭い方、これ広い方、狭い方ってあるんだけど、こっち広いですよ。で、狭い方のベアリングから打ち込んでいきます。今回はね、ホイール塗装するにあたってね、ショットブラストかけてるんですよ。それでよくね、ここにブラストかけたらあかんっていうのあるんですけどね。まあ確かにそうなんですけど、ショットブラストってね、正面上にしか当たらないんですよ。まあこういう面とかね。こういう入り組んだね、内側の面にはね、軽くしか当たりませんので、まあ、綺麗にする分には、まあ、軽くブラストかけといてね、どっちみちね、ここはペーパーでね、鳴らさんといかんのでね、それぐらいやったら、まあ、問題ないと思いますんで、まあ、ホイールとかね、塗装する方だったら、まあ、ショットブラスト多分かけると思うんですけど、まあ、綺麗になってね、ええと思います。あとね、タイヤバルブのとこなんですけどね、今回、まあ、ブラストはかけたんですけど、塗装はしておりません。昔ね、ここ塗装してね、つかへんわ、取れへんわってなったんでね、今回ね、こっちからね、塗装かかる分だけいうかね、まあ、わざわざマスキングしてね、塗装かからないように。まあ、これでね、漏れてきたら、バルブの方にね、シール剤塗って入れるとかいう対処がありますから、そっちの方で一点ちょっと対応していきたいと思います。純正ベアリング。今回ハンマー使って打ち込んでいくんですけど、こういうインナーレースは叩かないね。こうやって前のベアリングちょっと置いといてくださいね。こうやってね、アクスルシャフトかなんかね、あってね、打ち込んでいくとね、便利なんですよ。これで、だいたい途中まで打ち込めたら、シールのね、厚みの分を、まあ、だいたいこうやってね、トネの今から30の、ソケット使いますけども、これ合うんですよね。あんまりね、さっきもね、ちょっと取れんようになったんやけどね、これで最後まで打ち込んでもええんやけども、さっと取れへん場合があるんでね、こういうやつで、ちゃんとね、アウターレースを打ち込める工具、手で打ち込んでいきたいと思います。ちょっとね、こっちの方奥まってるんでね、このままこのボックスで手で打っていきたいと思います。少し真ん中のカラーが遊ぶ程度にってもありますけども、まあバッチリ打ち込んでもといても構いません。続けてリアホイール、これもね、打ち込んでいきたいと思います。こちらもね、穴の狭い方からやっていきます。ある程度打ち込んだらね、
前みたいにこの合うボックスがないんですよ。で、あのこういうシールとかインナーレースとか叩くのはあんまりことないんで、あのこっからあの棒でね、あの手で入れていきたいと思います。だいたい7ミリぐらいですね。これぐらい入れといてもらったら大丈夫です。真ん中にあのカラー入れて、あのだいたいあのどこまで打ち込んでええかこうやって見といてね。まああの奥まで入れても大丈夫そうなんです。こちらはね、あのシール入る方じゃないんですよ。でベアリングが大きいんで、あの手で入れていきますけども、最後はまたあのねこちらの棒であの押し込んでいきたいと思います。前のベアリングで、こちらもね、最後にあのリアアクセルシャフトであの強めに16キロで締めろっていう指示が出てるんで、その時にこの位置決めができると思います。で、今日は前のベアリングを使ったり、こういうね、当て具を使って入れていきました。多分この方が慣れたら簡単やと思います。皆さんも挑戦してみてください。では。